よし、苦手なパターンの練習をするぞ。入るかな。やってきたのは松山市古光に去年秋にオープンした神座ゴルフ。最新鋭の練習機器が揃うインドアゴルフ練習場です。練習とシミュレーションゴルフができる12打席とパター練習場が備わっています。中田さん、はい、ボールの軌道にラインが浮き出てきてびっくりしました。はい、こちらはツアーパッドといいまして、パターのシミュレーター機器になります。でこちらの機械を使うことで、その人の苦手なラインであったりとか、どのようなミスをしているのかとかが分かります。なんでこうしたインドアの練習場を作ったんですか？世界的にインドアゴルフっていうのがすごくこう人気になってはいるんですけれども、この愛媛県でこういった大型の施設っていうのがなかなかないということと、天候とかにこう左右されないので、快適に使っていただけたらなとは思っております。私の方もアマチュアの試合とか出させてもらっているんですけれども、機械を使うことで自分自身のそのゴルフスタイルっていうのがすごく変わりました。でまた機械自体もですね、西日本こうにはほとんどない機械なので、よりいい環境じゃないのかなと思います。おー、追求したんですね。そうですね。練習に最先端の機器を取り入れることで、自分に足りないものやこれからどんな練習が必要なのかを分析し、トレーニングにつなげることができるんだそうです。飯田さん、自分の飛距離は分かっていますか？そうですね、このクラブでナイスショットして100ヤードくらいかなと思ってます。では実際に測ってみましょう。はい、こちらの練習特化型シミュレーションゴルフを使って測定します。ナイスショット。お、あれ飯田さん、はい、89ヤードです。はい、もっと飛んでると思ってました。そういう方多いんですよね。で実際自分が選んだクラブと飛距離が違うことでミスにつながったり、こうせっかくのチャンスが台無しになることってないですか？あります。自分の正確な飛距離が分かっていれば、もっと自信を持ってスイングできますよね。そうですね、データは上達の近道です。なるほど。他にもショットの詳細なデータを得ることができたり、正面とサイドの2台のカメラによって撮影したスイングを映像で確認したりすることができます。またこんなより実践的な練習も。練習場のマットは平らですけど、ゴルフ場に出たらまっすぐ立って打てるところってほとんどないですよね。そうですね、私もこちら傾斜をつけて普段練習しているんですけども、すごくいいトレーニングになります。女子プロレギュラーツアー参戦経験を持つアマチュア選手の石川さんも、神座ゴルフの最新機器を使った練習を取り入れています。西日本でここにしかない機材が愛媛にあるので、それはすごいありがたいです。ここはラウンドに近いような実践的な練習ができるので、私にはとってもいい環境だと思います。アマチュアの方でも目的を持って練習ができると思うので、それはすごいいいと思います。一方、プロや経験者だけでなく、誰もが楽しめるのがシミュレーションゴルフ。スクリーンに映し出された実在するゴルフ場を舞台に、まるでそこでプレーしているかのような体験ができます。シミュレーションゴルフは普段行けない国内外のゴルフ場を巡ったり、雨の日でもラウンド気分を味わえたりするのがいいですよね。そうですね、こちらは使い方自由なんですけれども、コースデビュー前の肩のイメトレであったりとか、友達やカップルでカフェ気分で楽しんでいただいてもいいですし、ここでゴルフの楽しさを味わっていただいて、これからのゴルフ人口の増加につながれば嬉しいですね。入った飯田さん、いい感じです。ありがとうございます。これでベストスコア更新だ。頑張れ。それでは次回の謎待ちもお楽しみに。